こんにちはオートウトウェスエンドですさあ今回はエアコンフィルターを交換していきますと言いましても前回エアコンフィルター交換しましたよね助手席の下のあのグローブボックスの奥にあるあのフィルターなんですが実はあれで終わっていなくてですね最近の BMW の場合おそらくほとんどのモデルで2箇所エアコンフィルターが設置されています えちなみに前回交換したのは今ちょっと映像出しますが助手席下のねあのグローブボックスの、えー、奥にあるんですがこんな感じで交換して入れましたでこのフィルターの役目というのは車内循環用の空気をきれいにするとえただそれだけのためのようですでいわゆるエアコンフィルター というのが今回交換すする方ですね僕も他の車と同じようにエアコンフィルターとりあえず買って設置の方法を調べるまでは完全に2種類あることを知らずにあいけないと思って買い足して今回この作業を行っていますやっぱり割と珍しいんですかね国産車ばっかり僕はメンテナンスしていたので僕にとっては結構驚きでした 今まで乗ってきたメーカーとまた違うメーカーに乗るといろんな発見がやっぱありますね。皆さんもこの動画が参考になればと思いますので最後までご覧ください。作業はもう進んでいますが最初にすることはエアコンフィルターのケースがあるんですがその上にこういった網みみのカバーがあります。そのカバーを 4箇所プラスチック製のボルトがついているんですが 8mm の六角棒もしくは 13mm の六角ソケット両方はまるようになっているようです今回僕は 8mm の六角棒を使って取り外しました続いてエアコンのフィルターケースがあるんですがそれも全く同じ工具で外すことができます でさっきのカバーも同じだったんですが45度ぐらい回したらカチッというような感覚があってそれで外すことができますなのでぐるぐる最初ねあのー、ラチェットハンドルで回してましたが本当にちょっとひねるだけですぐ取れるような簡単な作りになっていますそしてこのフィルターケースなんですが AUC センサーっていうものがついていますで今あの外しているところなんですがまた後ほど触れたいと思います 今これがエアコンフィルターのケースを取ったフィルターを取った後こう奥を覗いていますがブロアファンがねブロアモーターの部品たちが見えましたはいそしてこれが取り出したエアコンフィルターのケースとそしてフィルター自体ですねでフィルターは2つ入っています フィルター自体には両端に2つずつ爪がついていましてフィルターをセットするとその爪が穴にはまってカチッと音がするようなそんな構造になっていますはいこちらが今回購入したマンフィルターというブランドのフィルターです、えー、ここカナダで手に入りやすいフィルターで あと BMW を乗っている方のフォーラムもいろいろ見ているとマンフィルターのレビューが一番高かったのでこれを購入しましたちなみにオイルフィルターのブランドもこのマンフィルターを使っていますはいこちらが今古いのと新しいのを比較していますがやっぱり古い方は僕今回購入して初めて交換するんですが結構ね 茶色がかって汚くなっているのが見えます。あと並べて見ていますと古い方は目地の隙間が結構太いので新しい方は結構たくさんひだがあるようなそんな感じになっています。ひ、ま、だ、あ、が多くあるということは表面積が増えるということなので性能面では優れているということなんでしょうか。一応価格も 他のフィルターよりも少し高いそんな価格帯でしたはいこちらもう一つもね見ていますで元々グレーなので活性炭がこっちの方は純正でも入っているような感じだと思います前回ね交換した助手席の下の方は純正では真っ白だったので特に入ってなかったんですがこっちはね元々純正でも入っているような そんな色味をしていますはいこれも比べてますがやっぱ汚いですね少なくとも半年以上買ってからは書いていないので,、はい、でこれがちょっとフィルターの横を寄ったんですが空気の流れということでつける方向が書いてありますなんですが、まあ、爪がちゃんと合わないとカチッと言わないのでもう入る方向にしか入らないというような感じでした そして、この爪の部分なんですが、新しいフィルター、eBay を通じて買ったんですけども、配送が悪かったのかな、この爪がね、割れて到着したんですよ。で、そのちょっと画像を出しますね。こんな感じで、綺麗に片方だけね、取れてるという、折れてしまっているというえ感じでした。一応、あのー、一部だったかな、変 品をしていただいてで、商品は、ね、変装しなくていいってことだったのでまあこれ使えるものかなと思ってちょっと試していますがまああのカチッといかないちゃいかないんですがうん、まあ、まあまあまあフィルター自体は問題ないしということで使って、えー、今回使っていきます一回あの家で瞬間接着剤でこの 撮影の前にねつけてえ持ってきたんですがなんかこうつけてる間にポロポロ結局力がかかって取れてくるっていうえそんな感じですまあこれもねなんかねカチッと言わないのでそこがあんまり納得がいかなくてなんか方向を変えながらいろいろやっていますが、まあ、今回はこれでいこうかなと思います ところで先ほどあの触れました auc センサーあのこのフィルターのカバーに取り付けられているセンサーなんですがそのセンサーの役目というのがエアコンの内気循環外気循環に関係している、えー、ということで一応この BMW のエアコンの設定は手動で内気循環外気循環が選べるんですが 自動というボタンがありましてでそのモードにしますと車内の湿度を低く保ちまして内窓を曇るのを防ぐことができますでその湿度を下げる方法として自動的に数分に1回くらい外気循環に切り替えてくれるとそうすることによってドライバーが定期的に窓を下げたりとかそういうことをしないで済むというそういう便利な機能です で、その AUC センサーというのが外気循環をする際に取り込む空気の汚れ具合を見てくれるとそれである一定以上の汚れを感知すると外気循環をその間は一旦やめようというそういう判断をしてくれるセンサーです映像に解説ついていかないといけませんが続いて今はフィルターをケースにセットしましたのでそれを 戻してていいいくとそういう作業を行っていますでその前にこれなんで養生テープを貼っているのかと言いますとこのフィルターとケースの間にね 5mm から広いところで 1cm ぐらい隙間が空いているんですよねでおそらくこれはもう普通にカバーのケースの経年劣化なのかなと思いましてちゃんと普通にはめてもこう出ちゃうので でこの間から空気が入ってもなっていうことで一応ここに養生テープをそれぞれ貼っていますい養生テープ何かとねこれ便利なテープですよねカナダでは販売していないので里帰りするたびに買ってきて補充していますまあこの作業をしたところで効果はもうほんと気持ち程度だと思います はい、そしていよいよケースを車体にセットしていくと、まあ、エアコンフィルター2枚付けているのでこのパーツ自体は結構な面積を、ね、エンジンルーム内でも取っています今これ結局爪が取れてしまって <laughs> 取り除いていますが <laughs> でちょうどこのフィルターがケースの中心部分だけでかみ合う感じなので 割とグラグララしてるんですよねなのでかっちり収まるっていう感じではないのでなんかねちょっと気持ち悪い感じではあるんですがまあこれで締めていきますで締めるそのボルトもプラスチック製で半周ぐらい回せばカチッといくものなのでまああんまりそのね全てがグラグラしてる <laughs> そんなパーツです このサイドが隙間がありましてこういうところから外気を取り入れてということなんでしょうねそしてケースの上の部分には固定するプラスチックの器具の回す方向と角度45度ですかねが書いてありますまあグリ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 僕もねわからず最初回してしまったのでまあこう親切に書いてありますそして auc センサーも戻すのを忘れずに接続しまして であとは最後に上のカバーを取り付ければ終了とそんな感じです今回の作業は全然難しいことはない結構単純な内容なんですがなんか爪が折れてたりケースが歪んでたりとちょっとね余分な作業がねいろいろありましたが最後ここを組み付けている時にもあのバルクヘッドっていうんですかねこの網編みの部分の 周りを囲むように立っている壁のようなパーツそこがもう経年劣化で割れていましてで普通に落ち葉とかねそういうゴミがエンジンルームの脇に落ち放題になっているんですよなのでこれも養生で直しますかねなんかパーツごと変えた方がいいのかなちょっとまた考えたいと思います もう11年2年落ちぐらいに今年でなるのでやっぱり樹脂系のプラスチック系のパーツにガタが来てるっていうのは感じますお気づきの方もいるかもしれませんがボンネットのダンパーのも弱っていましてあのキュウリとか育ってるねあのササイ棒というんですかあれを使って今ボンネットを支えていますこれも修理リストに入れておきます 今回の作業内容は以上です。参考になったという方は、いいねボタンをお願いします。そして、こういったメンテナンス動画、また見たいという方は、ぜひ登録ボタンをお願いします。それでは、またお会いしましょう。